尼崎市の中央中学校前では午前10時から参院選兵庫選挙区の立候補者のポスターを貼る縦およそ1メートル、幅およそ4メートルの掲示板の設置作業が行われました。改選数3の参院選兵庫選挙区をめぐってはこれまでに現職3人と新人10人の過去最多となる合わせて13人が立候補へ向けて準備を進めています。掲示板は立候補予定者が多くなる見込みであることから16人分のポスターを貼ることができ、尼崎市では今月10日までに市内585箇所に設置する予定です。参院選は今月22日公示、来月10日投開票の日程が有力視されています。